日、県内において、52名の新型コロナウイルス感染者の発生が確認されました。公衆衛生上の観点から、感染された方がお住まいの市町村名の内訳を公表いたします。徳島市31名、小松島市4名、阿南市10名、吉野川市1名、石井町1名、北島町1名、藍住町1名、板野町1名、上板町1名となります。また、主な感染経路につきましては、濃厚接触者または接触者19名、クラスター関連12名となります。その他、感染者の年代や主な行動歴、症状の程度等の詳細につきましては、記者の皆様のお手元に配布の資料をご参照ください。これを受けまして、徳島アラートにかかる指標は次の通りとなります。直近1週間の新規報告者数は、2日連続で過去最多となる390名。感染経路不明割合は 13.3%。確保病床の使用率は 59.4%。入院率が 27.6%。重症者用病床の使用率は 8.0%。療養者数は8月25日から6日連続で過去最多となる503名。PCR 陽性率は5月5日以来117日ぶりの2桁では 10.1% となりました。続きまして、これまでに発生したクラスターについて、感染者に動きがありましたので説明させていただきます。まず、32例目飲食店関連クラスターについて、新たに3次感染2名の陽性が確認されました。この2名を含め、陽性者数は全体で41名となります。次に、40例目職場クラスターについて、新たに2次感染1名の陽性が確認されました。本日から関連クラスターと呼ばせていただきますが、この1名を含め、陽性者数は全体で10名となりました。続いて、41例目会社クラスターについて、新たに2次感染1名の陽性が確認されました。本日から関連クラスターと呼ばせていただきますが、この1名を含め、陽性者数は全体で6名となりました。最後に、45例目の学習関係施設クラスターについて、新たに利用者1名、2次感染7名の陽性が確認されました。本日から関連クラスターと呼ばせていただきますが、この8名を含め、陽性者数は全体で20名となりました。さて、昨日全国で確認された陽性新規感染者数は、19,311 人となり、1週間前と比べ約3000人減少しました。しかしながら、大阪府は2,389 名、奈良県が210名となるなど、過去最多を記録する県が続出しており、引き続き危機的な状況にあることは変わりありません。本県も本日、病の新規感染者数が52名と、高止まりの状況が続いております。続き、高い緊張感を持って対策を進めてまいります。県民の皆様におかれましては、以下の点にご協力をお願いします。まず、本日の発表分についても、飲食店関連の新規感染者数が8例確認されておりますが、現在、人流抑制用のため、やむを得ない措置として、県内全域の飲食店の皆様に、9月12日までの間、営業時間を午前5時から午後8時まで、酒類の提供を午後7時までとしていただくことを内容とした営業時間短縮要請を実施しております。視察の趣旨をぜひご理解いただき、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。次に、現在緊急事態宣言が21都道府県、そしてまん延防止等重点措置が12県に適用されております。感染拡大地域との往来については、これまで以上に慎重にご判断ください。
また県内企業の皆様におかれましては、テレビ会議などをできる限りご活用いただくとともに、やむを得ない出張の場合には検査への PCR 検査の実施をぜひお願いいたします。加えて今後やむを得ず県外からの帰省を予定されている方につきましては、県の帰省前 PCR 検査の受験支援制度の活用を積極的によろしくお願いいたします。この制度につきましては、県内在住で大学、専修学校、特殊学校等に在籍している方や高校生の方が県外への帰省後に本県に帰県される場合も対象としており、昨日までに全体で8346名の申し込みをいただいております。ぜひともこれらの制度をご活用をよろしくお願いいたします。次に、本日の新規感染者のうち小学生が8例、中学生が4例、高校生が8例、合わせて過去最多となる20例が確認されております。あさって9月1日から本格的に2学期が始まることとなりますので、小学生、中学生、高校生の皆様におかれましては、ご友人や先生方など人と接する機会が増える時期でございます。3密はもとより2密1密についても回避していただくこと、マスク着用、咳エチケット、うがい、手洗い、手指消毒、大声を出さないなど基本的な感染防止対策を徹底していただくこと、少しでも体調に異変を感じられた場合は早め早めに検査を受けていただくことなど、ぜひお願いいたします。そして職場や学校などから持ち込まれたウイルスが家庭内で伝播し、また別の職場や学校へ広がる恐れもあります。本日の発表でも13家族で22例が確認されております。繰り返しとなりますが、家庭内感染の防止について改めて注意喚起をさせていただきます。感染が疑われる方が家庭内にいる場合には、部屋を分ける、お世話を限られた方で行う、全員マスク着用といった対策を行っていただくとともに、普段から家庭内においても特に共用部分の消毒、ゴミは密閉して捨てるといった対策をよろしくお願いいたします。最後に、少しでも体調に異変を感じられた場合は、ご家族やご友人の皆様の健康を守るためにも早め早めに検査を受けていただくようぜひよろしくお願いいたします。報告は以上となります。感謝の読売新聞から伺わせていただきます。先ほど言われた中で、指標の中でなんですが、まず直近1週間の最多ということだったんですが、これ何日連続とおっしゃいましたでしょうか。はい、直近1週間ですが、2日連続ということになっております。わかりました。で、療養者数も最多、これは何日、これは8月25日から6日連続というふうになっております。わかりました。で、陽性率は 10% を超えたのは5月5日以来、はい、117日ぶりということになっております。これだから最多ではなくてということですか。そうですね、はい。では、他ありましたらお願いいたします。はい、徳島新聞の青木と申します。2612例目と2614例目は同じ高校生の方からの接触であったり濃厚接触であったりということなんですけれども、これは学校の中で何か活動中に接触があったということなんでしょうか。そうですね、その点について今積極的継続調査をしているんですが、同じ学校でどうも一緒の活動をされていた可能性があるということで、濃厚接触とか接触者に分類されているので、どういう接触があるかというのは把握されてないですかね。一応現在確認されているものは部活動が確認されているというふうに知っております。こちらの高校はまだ2学期が始まってないんですかね。はい、そうでございます。部活動というのは国内スポーツかなんか、はい、どういった国内のスポーツ活動とスポーツ関係の部活動というふうに言っております。じゃあお二人とも同じ部活だな、今日新しく感染したお二人とも同じ部活だということですか。そうですね、はい、すいません、
はい、新聞です。2623の方が公務員というふうになっているんですが、はい、どういった職種でしょうか。あ、こちらの徳島市役所の職員。市役所の職員です。はい、で詳細については徳島市役所さんの方でご対応されると聞いておりますので、そちらの職種の内容等についてはそちらでご確認いただけますでしょうか。わかりました。すみません、2660の方が医療機関の職員というふうにあるんですが、はい、例えば公立の医療機関とかどちらにお勤めかどうか。こちらについてですけれども、現時点で必要な通常の医療機関で公立の医療機関ではございませんが、すでに感染の必要な方の特定と検査の方を進められているので、今後現時点では公表は内容について詳細公表を差し控えたいというふうに考えております。特に診療が止まったりなどはしていない、影響はないということでしょうか。そうですね、現時点では、一点だけ一応本日は救急の受け入れを休止しているというふうに聞いております。現時点で検査が進んでおりますので、検査の結果感染の拡大の恐れがないといった段階で救急を再開されているというふうに聞いております。救急の受け入れが休止されているのであれば、はい、啓発する必要があるのではないかと思うんですけども、医療機関名は公表されないんでしょうか。そうですね、はい、現時点では公表しないと思います。検査進めている、公立でないと検査進めているっていうのは分かるんですけども、はい、救急受け入れが休止されているのであれば、ちょっとその県民の方々に知らせる必要があるかなというふうに思うんですが。そうですね、消防等には、消防等 の必要な救急を対応されるところには、すでに通知をしているという状況でございますので、県民の方に影響が出るようなことはないようにしているところです。つまり、ウォークイン、いわゆるウォークインの救急の対応はしていないということですか。その一般の方が具合が悪くなったら行くような。救急受け入れについては、はい、救急搬送のみを受け入れている病院ということですか。ちょっと確認します。ちょっとウォークインがあるのであれば、ちょっと行かれる方もいるかなと思うんですが、ちょっと確認してください。それは確認いたします。確認させていただきます。なんかおっしゃった。確認させてください。はい、他にありますでしょうか。そうです。先日ですね、徳島県務所の方職員の方が感染確認されたと思うんですけれども、はい、県として、受験者の方だったり、はい、職員の方に職域接種のようなものを行うという方は、そういった考え。現時点で陽性等があれば、我々も検討していきたいと思っておりますが、そのような必要があると、こちらからというお話はまだいただいていないので、こちらからその押し付けるような形はちょっとできませんので、その点についてはよく徳島県務所の方にもお話を聞きながら対応してまいりたいというふうに思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、毎日新聞の方です。先ほど小学校8人、中学校4人、高校生8人、過去最多20人とおっしゃってたんですけど、はい、それは、何のカテゴリーで過去最多に？小学校の、要は高校生以下。高校生
生以下の人数で、はい、10歳未満は含まないんですか。小学生から高校生まで。小学生から高校生まで学齢の、はい、学齢期の方というところで、学齢期の、感染者が1日で20人だったと過去最多です。そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。すいません、ちょっと学齢、あ、おしましもです。あ、はい、学齢期の方20名ということで、はい、なんか感染期間中に学校行かれてる方もいらっしゃると思うんですが、なんか例えばその小学校何校、高校何校が休校しているとか、あ、ちょっともしあれば、はい、詳細ちょっとこちらから今申し上げてもよろしいですか。はい、はい、お願いします。すいません、登校が確認されて、登校がまず確認されていて、学校が休校になっているところというのは、高校が3校休校、休校というか臨時休業されているというふうに聞いております。具体的に申し上げると、2610、2612、2614、2627、2651の5名の方が通われている学校については、9月1日まで臨時休業として、学校の消毒については8月の27日に実施するというふうになっております。また、2617例目の方、こちらは別の学校になりますが、8月26日の登校が確認されておりますので、こちらの学校については9月2日まで立ち入り禁止臨時休業措置が取られていて、学校施設の消毒については本日、行われる予定というふうに聞いております。続いて2635と2643例目の方、このお二人の通われている高校は同じ高校になりますが、8月31日まで臨時休業ということになっていまして、学校の消毒については8月28日に実施するというふうに聞いております。なお、2654例目の方、2654例目の小学生の方なんですが、こちらの学校についてはもうすでに別の方の感染が確認されておりまして、8月27日から8月31日まで立ち入り禁止、8月28日に消毒実施済みというふうになっております。状況としては以上でございます。他の中学生の方、小学生の方については特に登校されている形跡が確認されませんでしたので、現時点で臨時休業であったり学校の消毒とはなされていないというふうに聞いております。そしたら高校3校と小学校1校が臨時休校と今なっている。はい、臨時休校、臨時休業されているということです。時間が小学校が31日までで、高校が1日と2日と。あと、すみません、2635例目の方と2643例目の方が通われている学校についてはじゃあ31日というふうになっております。はい、すみません、はい、新聞です。休校となった学校に通う、まあ、生徒さん、児童さんは、はい、部活動などで行かれているんでしょうか。はい、夏休み期間中だったのかという。そうですね、すみません、2610と2611の部活動だというふうに聞いておりますが、2617、2635、2643例目の方については、すみません、ちょっと手元の資料で確認が取れていませんので、それについては、今確認を取ってもらっています。すみません。他ありますでしょうか。はい。福島新聞です。はい。PCR 陽性率も 10% 以上になって、4つの項目でステージ4の基準に達してるんですけども、まん延防止等重点措置の要請について、例えば事務レベルではもう国と協議したりとか、そういう段階には入っていますか。
はい、あのマインコース10年実践措置については状況を今見極めているところですが、あの準備的にはですね、協議は付着しております。具体的にいつから？27日に、協議を着手した理由は何でしたか？あのこれは、まあ、ステージ4にも上げてますし、時短を回収しているということで、まん延防止に関してはまず地方でできること、これらをまずするというのがですね、具体的な協議にあるんですけど、前提になりますので、まあ、あの時短を開始をしたということで、27日から協議というのが行われています。国の意向は どんなような感じですか？意向というものがあるわけではなくて、あのこれは地方と、まあ、あの共通認識を持ちながらあの進めていくものですから、国がどうこうするという話ではありません。正式に要請するというのは、まあ、今後視野に入っているということですか？まず一つは今あの時短要請をかけておりますので、あのまん延防止をかけることが目的ではなくて、時短要請の結果として感染が下がってくればですね、それはそれで、いいことなんだと思っております。なので今の時点ではですね、今後の感染状況まだ始めたばっかりですので、この推移を見極めるということを今考えております。すみません、あの判断の、はい、私も新聞です。判断の基準として何かあのいつ頃までにとかいうような基準ってございますか？そこは、まあ、状況ですね。まず見極めるものは、まあ、医療の逼迫というのが一つ判断面になってきますので、あの今の時点でいつまでということを勉強するというのは難しいと考えています。医療の提供体制について県として今現状どのように認識されていますか？まあ、指標として今もうすでに先ほどご質問ありましたけど、ステージ4にかかっている。ただあの、まあ、4月の時点とかもかなり違うのですね、重症の方というのが比較的少ないというのとかの中で、あのやっぱり命に関わるような事案というのが出てくると、それは医療が逼迫ということになろうと思いますので、はい、あのもちろん逼迫してないわけではないと思うんですが、あの今の時点でそのあの医療がどこまで、あのこれからまたやっぱり新規の感染者がどれぐらい出てくるかも出てくると思いますので、そのあたりは随分極めないといけないのかなというふうに思います。現状逼迫していないわけではないという、やっぱりあの入院患者なり宿泊療養されている方が出てくると、それだけあの病床が軽い思いに、まあ、もうそれはあの一つ大きな影響はありますけれども、負担がかかっているということについては間違いないと思います。まあ、逼迫とまで言えるかどうか、あの医療に対して負荷がかかっているということについては、認識をしております。他にありますでしょうか？じゃあこれで終わりたいと思います。